まあ、受会例でもね、もう大して意味がないんで、今回はね、来月の、再来月から始まるね、レギュレーション H がどういう感じなのかね、わかりませんけど、またね、試運転していきたいかなと思います。まあ、どういう環境になるんですかね。とりあえず、一応ね、今回、パーティー的にはね、レジャー S 新たに入れております。そして相手が、まあ、完全に電気パって感じなんですかね。まあ、先制技封じプラス電気パと。なるほど。まあ、今回ちょっとこの4体でいきましょうか。まあ、問題なのが、追い風エルフンと、メライドンが厄介。特にうち今回追い風入れてないんで。いや、でもミライドンとごめん、それなら安いわ。いや、それはマジでゲロ安い。しかもマネーリケーブル地味にロジがいいか。わかんねえけど。いや、これマジでね、エルフンとミライドンが同時に出なかっただけはちょっとでかいっすね。で、多分ね、ミライドンはね、俺、放電打ってくると思うんですよ。エレキブルが電拳銃持ってるんで。だから問題なのが、どこまで耐えるかが3つに近いんですよね。ぶっちゃけそこまで耐えないと思う。おぉ、そんだけ入ったか。あ、ボルチェンか。ボルチェンなら安いな。どっち？あ、そっちなら安いわ。そっちなら安い。そうですね、これ放電来るかなと思ったんですけどね、エレキブルの電気エンジン的に。で、ここガオガエンか。 OK、 ガオガエンは分かった。どっちに外した？あー、それちょっと痛いかも。あ、よかった、危ねえ、全然耐えていく。おっと、エレキブル戻して。誰？あ、ガチグマか。うわー、しくった。そうか、ガチグマいたのか。まあでもこっちも一応イエスさん戻してたんで、その点はまだだかな。で、だってガオガエンどうせやるとしたら猫玉しか畑落としかできないんですよ。で、言い方ないんだけど、もうテラステル来ちゃってる以上、ガチグマはもうやることがそんなにないんですよ。で、ガオガエンが多分これね、半分は入んないのかな。ミライドンが直帰だったとしたら半分は入るんだけど、あー、これ完全に直帰の可能性あるな。あ、やっぱり畑落と、そっちか。うわ、食べ残し落とされたの痛えな。それはちょっと痛いんだけど、とりあえずエナジーボールと、まあ、とりあえずレイビーぶっ込むしかねえよな。いや、多分、うちがイエスさん引く読みで、畑落とすこっちに打ったのは正解ですね。あれはうまいわ。エナジーボール一発で落ちんの？失敗したー。マジか。それは想定しなかった。いや、まあ、フレドラしょうがない。このレジャース D ブリなんで。まあ、B 型は耐えない。これはしょうがない。まあ、でも逆にこれ反動ダメージ受けて、オーバンの実かどうかわかんないか。まあ、これ全体でいいでしょ、ぶっちゃけ。相手落ちちゃって。まあ、そりゃそうだろうな。ここ見た瞬間にザマゼンタで表現された。あ、無理と思うだろうね。
回で見つかった。ねえ、同じ人これ。なんか同じ臭くない？どうしようかな。まあ、今回でもあえてイエスさんからガチ出しちゃおうか。多分なんか同じ人っぽいんだよな。ただ一番下にイワポンがいたかって言われたら覚えてね。さあどうしましょうかね。まあワイドフォースでいいか。まあ仮にまあガオガイに引かれたらガオガイに引かれたら関係ないんで。でもエナジーボールでワンパンでしょ？ってことはそんなに多分このガチグマディーブリンされてないはずなんですよ。 C1 段階上がって効果抜群で落ちるでしょ。どうなんだろうな。まあ、とりあえずまたメライドンが電気テラスだと。まあさっきと同じパターンと。でさっき手助けせずに半分入ったんで、これぶっちゃけ手助けされると落ちない。あーギリギリ耐えるんだ。まあガチグマ突破でいいや。それでかいわ。でどうせまたボルチェンでしょ。おお、マジか。結構入ったな。エルフンか。まあ、エルフンがいたずら心持っちゃってるんで、それがちょっと痛いんだよな。あ、これ多分追い風してくる可能性あるか。追い風か。いや、これバードレックス切っちゃっていいや。アストラビットして。いや、これごめん。レジャースも良かったかもしんねえ。わかんねえ。とりあえずザマゼンタに一回引いてみるわ。多分ここ追い風読みだと思う、エルフンは。てかあれなんだね、さっき。あ、やっぱり追い風やな。追い風読み渡った。で、これ多分絶対にあの、なんだっけ。あー、だよな。いや、まあ、ボルチェンは安いんで。で、これで相手のラスト1体が確実に分かるんで。で、多分だけど、エルフンが、ハチマキか持ってると思うんで、ハチマキ？タスキか。タスキだと思うんで。相手これ誰？ザマゼンタで見えねえんだけど。あー、オガポンね。オガポンちゃんか。オガポンちゃんはちょっと痛いな。オガポンちゃんはちょっと痛いっすね、これ。とりあえず、霊媒ぶっ込んで、まあ、ボディプレイでとりあえず、まあ、頑丈削るしかねえか。ああ、相手の方が早いか。まあ、これは耐えないからしょうがねえや。
まあ、頑丈これで外れる。ただ問題なのが、このザマゼンタさ、電光石火持ってないよね。ああ、持ってねえよな。うわぁ、これきついね。負けたね、今回は。いや、あれでもおかしいな。ワイドフォース手出すけど、落ちる計算なんですけどね。あれ、俺一番最初何したっけ。あ、そっか、でもアストラルビットで、ちょっと待って。でもさ、アストラルビットが、威力いくつだっけ。あ、これ威力出ねえのか、使えねえクソゲー。でもワイドフォースがエスパー技のこれでフィールドで上がること考えると、ダメージ的には多いんですけどね。まあ、致し方ねえや。あー、うまいな。これミスったっすね。この守るはマジでいて。あー、二人とも守るか。じゃあ安いわ。まあ、どっちにしろこのザマゼンタはダブルバトル用なんで。そうっすね。まあ、いいか、こら。まあ、こらしょうがねえや。俺もそうですね、トルネロスの追い風入れといた方が正解だったな。失敗した。でもね、正直言うとね、ミライドンってフィールドなんで、あの1体じゃ対処できないんですよね。あのぶっちゃけハレパのホライドンだったらトルネロスで追い風するか、まあ雨乞いするかで、まあ、両択取れるんですよ、一発 KO で。ただね、そうね、そうな、そんなもんなんだよな。まあ、とりあえず、まあ、同じ人と当たんなきゃいいか。なんか同じ人臭いっすね、すぐに当たっちゃったんで。あ、でも日本人か。日本人でよかった。そ、とりあえず3戦目相手が。なんとなくわかった。あー、これなんとなくわかった。あ、これなんとなくわかった気がする。うわ、嫌な気がする。とりあえずここで行くわ。ここにいたら行くしかないじゃん。で、ザマゼンタ確定なんだよ。いや、一か八かでウラボスでしょ、ここ。今回多分ね、ごめん、アイスは刺さんないんだよ。特殊が、多分ディアルガが唯一特殊ぐらいか。いや、これきついぞ、パーティー的に。だよな、やり言うたんだよな。いやー、これちょっと痛えな。でも、これとりあえずフィールド負けただけでかいんだけど、いや、ちょっと待って、これどうしようかな。ぶっ込むしかないよね。あれ、ヤリウタンってノーマル入ってるよね、確か。確か俺の曲でヤリウタンってノーマル入ってるんですよ。威嚇はいいからさ、めんどくせえんだよな。とりあえずでも分かった。うちのガオガエン、ガオガエンの方が相手遅い。で、これほなく、ノーマルエスパーだよな。ノーマルエスパーだよな。ノーマルエスパーだよな。ちょっと待って、そしたらもうぶっ込むしかねえんだ。ぶっ込んで、これで行くしかない。いや、一か八か。これが多分最善策。これ以外の最善策は正直わからん。畑落とせ安い。いや、メガネのストレートに痛いんだけど。ほら来た、ほら来たボケほら来たボケで、食べ残し込みで、食べ残しか、食べ残しって分かっちゃった以上、これこのまま突っ張るしかないな。いや、これ直帰じゃないのはでかいっすね。多分落ちないんだよ。ギリ残ると思う。いやだよな、ギリ残るよな。まあそれは知ってる。ギリ残るのは想定ない。イエスさん痛いな。
いや、もう最大火力で行くしかねえ。いやでもね、正直これ、猫騙しと、なんつうの、あれ、トリックルームいなせたのはでかいわ。オッケー。で、木の実でしょ、どうせ。いや、木の実じゃないんだ。オッケー、イカサマタイル。で、トンボ帰りは安い。何、キットって。なんか面白い名前つけんな、この人。リングマか。なるほど。根性リングマか。いや、俺マジで。あ、こされた。マジか。よし、ナイス。これはイエスさん刺さったのでかい。もうどうせ、ね、でかいっすね。これはでもそうなんだよな。でもどこかでさ、ヤレウータンに出会うがいますよと。まあ、トリックルームしますよって言ってるのもんなんだよね。キリン力もいたし。あれはね、わかりやすかった。正直ごめん、申し訳ないんだけど。さあ、とりあえず相手が。まあ、ハレパで確定っすね。ゴリランダー、グラードン、ラグラージ、スコビなんだっけ。まあ、オーガポン、イーウィと。まあ、そうですね。まあ、とりあえずここ2体確定からの、ここ確定からの。じゃあイエスさんで。あのゴリランダーがフィールドマークとめんどくさいんでイエスさんで。な、グラードンとスコビランか。まあ、これは安いっすね。まあ、これは想定内のうちと。あれ、スコビランって揚力素だっけ？なんか、俺あんま正直スコビランの特性知らないんだよな。でも、ハレパに使われるってことは何となくわかるんですけど。ナイスコビランワンパン。あー、これ耐えないかも。うわ、急所に当たっても耐えるんだ。さすがバドリックス強くね。今さ、ランクマのさ、そのなんつうの、使用率ってさ、誰があの伝説順伝だと1位なんですかね。残念だったな。ラグラージがワイドカード持ってることくらいは知ってんだよ。だからエナジーボールぶっ込んでんだよ。ちなみにごめんな。こいつメガネだけどそっちのメガネじゃねえんだよ。そりゃそうだな。スコペラン一発で落ちたから、あ、こいつ最悪こだわりかと思うよね。残念。こだわんねえんだよ、うちは。俺はこだわるのが基本的に嫌いだ。唯一こだわってるのはウラスだけですかね、うち。まあ、降参するわな。そら、降参するわな。まあ、干渉っすね。まあ、失礼な言い方すると、相手が結構単細胞のパーティーだったらマジで強いんですよ、うちは。特に今みたいな、その、なんつうの、ハレパにはうち結構めっぽう強いんですよ。俺、どちらかというと一番対戦成績で、まあまあいいのは、ハレパには結構自信持って強いと思う。アメパもどちらかというと俺得意なんですよ。そうね。俺、ハレパ、アメパ、雪パは好きっすね。ただ、その中でもどういう組み合わせっていうのがあると思うんですけど。まあ、もう一回だけやるか。暇なんで。とりあえず相手が決まった。相手が？あー、またエレキフィールドパーティーか。めんどくせえな。
これ追い風もできないからな。で、まあもうここ2体で行くしかねえんだよな。ここ、とりあえず行って、で、一貫して言えるのは、ウーラオスの方がでかい。まあ、わかんないけどね。多分負けると思う。これは結構ね、正直に言う。まあ、うちが4体落とされた時に、相手のポケモンを 2.5 体削れれば上出来だと思う。それくらいこの試合は勝ち目がない。俺に。俺、マジでミライドン嫌いなんですよね、ぶっちゃけ。かー、よりによってミライドンと包みできたか。ミライドンと包みか。まあ S が上がるよな。それは分かってんだよ。S が上がるのは分かってるんだけど、いや、これもうテラスタル切らねえや。テラスタル切らずに、真正面から突っ込んでる。失敗したら失敗したで。でも、包みがこれで助け持ってなければ、ワンパン確定なんですよ。ミライドンが半分入るか入らないかぐらい。なんですよね、さっきのダメージ計算的に。まあ、さっきのミライドンが直球持ってたのかもしんないけど、わかんねえんだよね、正直。オッケー、とりあえず道具がクォークチャージじゃないことは分かったわ。道具がクォークチャージではないのか。ってことはタスキの可能性があるのか。いやー、タスキか。どっちに外した？オッケー、ナイス。バトルクさん当たんなかった。でかい。それ一番でかい。それはでかい。いやー、イエスさんのボルチンはでかいな。これで相手が何を出してくるかか。でも相手のパーティーってノーマルタイプのポケモンがいないんですよ。英雄がいたぐらいで。英雄か。ってことはこれ英雄がスカーフ説はありそうなのか。とりあえず、まあ、アストラルビットだけぶっこんで、まあ、手助けするしかねえよな。多分これ下手すればミライドンに素引きする可能性あるんだよな、どっちかが。もしくは包み切っちゃうか。いや、入れ替えてこないんだ。マジか。ああ、包みは守るか。まあ、守るなら安いからいいや。ぶっちゃけ。まあ、やっぱりいいよ、スカーフか。オッケー、スカーフいいが分かったら全然あと。うわぁ、まあ、やけどならいいや。ぶっちゃけ、やけどならいい、やけどならいい。やけどはまだ安いからいいや。で、効果今一つだけど、まあ、半分か。なるほどね。いや、これもうバドレックスも、いやでも、だって熱風弾だけのダメージだろ。いや、これ一回ウーラオスに引いちゃって、イエスさんもトルネロスに引くか。で、トルネロス一応雑切りします。たぶんさすがにこうやる風一発で落ちることはないと思うんで。オッケー、熱風安い。どっち外した？オッケー、ウーラオスに当たらなかった。でかい。これはでかい、これはでかい、これはでかい。あー、でも終わった。あー、しかも振りづらいか。終わった。これ負けたな。
スカーフイユーとスカーフーロスってぶっちゃけどっちが早いの？それがわかんねえ。いやー、いい意味の方が早いんだ。うわー、終わった。マジか、いい意味って4歳最速？そうなると。なるほどね。だったらここ先にそうっすね。あの、デリバード飛ばせきだったな。うわー、これはミスったっすね。どうせこれフリーズドライでゲームオーバーでしょ。まあ、これはしょうがねえや。まさか EU の最速っていくつなの？もう知らないんだけど。まあ、EU そもそも使うこともないですからね。なんか失礼な言い方だけど、 EU 行って4歳の中で一番ゴミのイメージしかなかったわ。申し訳ないけど。まあでも確かに包みがタスキで残り HP1 って考えて、まあ未来でもこんなもん、まあ 2.5 枚抜きはしたようなもんか。一種の、そうっすね。まあもうちょっと EU に関しては勉強するか。これはしょうがねえや。致し方ないっすね。まあこれは正直にいい勉強になった。 EU のスカーフはウーラオス抜かれんのね。一応 EU が最速で、167か。167か。あー、なるほど。ウーラオス4取られてんだ。あー、マジか。へー。まあ、167のスカーフで 1.5 倍だから、まあ、168だとして、84。だから84の3倍だとして、252か。あー、252だと、そうですね。多分、唯一抜けるのは、多分、レジエリキは抜けると思う。252だと。わかんないけどね。まあ、とりあえず、これはしょうがないですね。まあ、これはちょっと正直勉強になったわ。そうですね。CS 物販の EU、ちょっと使ってみたいっすね。スカーフ EU。うん、これもその時、マジで使いて。まあ、とりあえずそんな感じなんで、一旦、動画を切り替えたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。